ちょっと間違えてまして、今日は8回、9回じゃなくて、9回、10回まで来たみたいで、先週、この、福島第一原発の、炉心融解を本当は起こしてしまったので、正常の量を増やす重化水を捨てるよりももっと厳しいことになってしまったんだけど、都心の冷却水を、貯蔵してきたけども、これ以上は無理ということで、国際原子力委員会 IAEA に第三者に立ってもらって、処理したものを海洋に放出するということを、決めて、まだ実行に移りませんけれども、第三者の評価を終えて、8月からかな、スタートしようということですけど、中国、韓国、メインですけれど、やめるべきであると。やめて次にどうするかという提案はないんですけれど、そういう事例でかなり難しい、ホットだけど難しい。今日の半分けはかなりどこに入っても結構きついことになりそうな気はするんですけど、そういう意味ではこれはこれまでやってきた割合は平時に進行する、いや本当は平時に進行する危機なんですけど、突発的に起こってより明らかになった問題で、どう考えたらいいかということです。原子炉の、炉心溶融、メルトダウンですね、による、放射線事故の災害の後始末で、実は、これはスライドを半分以上作り直したんですけど、元のスライドは、実はこの前半の後半は、実はここに小野先生と千葉の時に、福島第一原発で被爆した家畜を、避難しなければならないけど、まさか家畜を連れて避難することができなくて、どうすると言ったときに、結局、農水省としては、家畜伝染病が流行ったときの対応に準じようということになって、逃げるときに埋めてきたんですね、ブルーシートを引いて、いつもの口蹄疫とか、インフルエンザのときと同じように。それから、1年半経って、警戒区域が解かれて、住民が戻ってくる段になって、埋めた家畜をどうしようということになって、その前に北里にいたんで、汚染した家畜の肉にどういうふうに放射性物質が分布するかっていう、プロジェクトを引き受けていて、農水省から頼まれて、それで、もう退官された伊藤先生たちと、南相馬に行って、汚染したわらをもう一回食べさせ直して、体中の筋肉にどのくらいずつセシウムから分布するかっていうのをやってたんですけど、ちょうどその時にこのプロジェクトも少し打診があって、同時に北里でやってた筋肉剥がれただけなんで、体中バラバラにそれぞれの筋を取ってきても大した量じゃなくて。残りの死体をどうするってことを考えずにプロジェクトを作ってしまって、ちょうどいい機会だから掘り出したやつと、実際に使った残りの残渣を処理してどういう決着をつけたらいいかというふうに、それはそれで見てくれればものすごい苦労しました。1年半埋まってた死体を掘り出すリスクがどこにあるのかっていう、その放射能だけじゃなくてですね、途中でどんな、ウイルスは多分もうないけれど、どんなバクテリアが増えているのか、どうやってやって、どういう基準を作るかって、結局全部自分たちでというか、勝手に私が作って、基本的にはもうメタゲノムをぶっかけて、それで 横軸にバイオセーフティレベル1から4までかけといて、こっちにコピー数をかけて、このマトリックスを作って、
で、レベル4のやつが出てきたらもう掘り返さないもんだよ。しょうがないです。レベル3でコピー数が、例えば1000以下だったらどうしようとかっていう、まあ、ルールを決めて掘り起こすにあたって、どういう前処置を取っていくかっていうようなことをやって、結局まあ掘り出して、処理して、もう一回土に返すのにどうしたらいいかっていうところをやって、僕はそれで終わってしまったんですけど、まあ、実際にはその後、本当に土に戻して、その上に野菜を植えて、野菜でちゃんと評価して、このレベルでは上がってこないというので決着をつけて、まあ、今も、動物の方は終わって、あの時の牧草をまた全部サイレージみたいにして詰めてきちゃったやつがいっぱい残っていて、それを処理していくっていうところを続いていってるっていう話を聞いたんですけど、まあ今日は前半はその部分で、後半がこの処理水の問題に書き換えてきました。で、最初に東日本大震災で起こったこの野生動物、産業動物の処理法というのは今言った格好で、まあ、やってきたんですけど、この、冷却水の問題もそうなんですけど、最初に、実はあまり多分聞いたかな、5年生、6年生だから聞いてるか、聞かないか、レギュラトリーサイエンスっていう言葉を聞いたことあるね、多分手島先生から習ったはずだと思うんですけど、ちょうど基礎のラボラトリーサイエンスというか、ラボラトリー その研究と臨床の研究を、結ぶ部分を、トランスレーショナルリサーチと橋渡し研究で、まあ、獣医はそこが得意でそれをやろうというのが、まあ、ライフサイエンスの一つのここのゴールになって、まあ、同じようにエビデンスベースでやってるアカデミーと実際のレギュレーションをしなければならない、行政の間をつなぐ科学として候補に上がったのがレギュラトリーサイエンスという後で説明するそういう分野です。もう一つ、これは多分絶対聞いたことがないと思います。もう一つのテーマのトランスサイエンスという言葉を聞いたことがあります。ない。まあ本当に言うと、今度の COVID-19 のパンデミックも、ある意味では本当は冷静に考えると、あれはトランスサイエンスの問題だった。ESE の時も同じで、この時も全く同じ問題で、実は、この冷却水だけではなくて、この放射性物質の扱いに関して生まれた言葉がトランスサイエンスという言葉だった。あ、待て。で、最初にトランスサイエンスとレギュラトリーサイエンスという、危機管理に関する新しい政治、社会、科学の接点があるのかという話から始めたいと思うんですけど、トランスサイエンスというのはそこにあるように、オークリッジ研究所のワインバーグが1972年にこの放射性物質の問題について、多分彼が理論武装の矢面に立ったんだと思うんです。そこにあるように、1960年代、放射線のその域地の問題が起こったんですね。ベクレル、あれは何シーベルト以下なら安全なのか安全じゃないのか、それは ESE の時もそうで、その行き地が引けないです。で、この時は同じで、その行き地があるということが分かれば行き地以下は安全なので、行き地以下に抑え込めばそれでいいということになるんですけれども、ただ行き地上では言えない、でその放射線を考えると、非常に高濃度の放射線が危険なことはバカでもわかるです。実際に、人での、まあ、LD50 というのは変ですけど、 50% 致死率が、4シーベルト。だから東海 原発のじゃなくて
東海原子炉で磁石で組んだのがいたじゃないですか。いい加減に入院して結局ダメだったんですけど、あれの暴露量っていうのはもう明らかに10シーベルとかもめちゃくちゃな量を暴露されてしまった。でそれよりも低くなると、まあ、発がん性があるということも一般に知られていて、で大体、万発性ですけれども、100から200シーベルト以上の年間暴露でそのリスクがある。ここまでは、みんな合意ができるんですけど、そこから下のその暴露はどういう危険性を持つのかという問題になります。非常に小さい暴露については、まあ人間のデータが実際にはない作れない、普通に見ていけば差がないということになる。そうしたその低レベルの放射線が悪影響を与えるかという問題は幹部に問われるけれど、もう彼は科学では答えられないんだということに、まあ、開きたかったわけじゃないんですよ。考えた結果として、それでその科学に問われるけれども科学では答えられない、そういう問題を考えてみると、放射線だけではなくて結構大きな問題として、あるいはその世界規模での問題になる問題というのは、科学に問われるけど科学だけでは答えられないんだということに気がついて、そういう問題をトランスサイエンス問題というふうにもう一回カテゴリー化しようじゃない、そうすればもう少しいい考えが出てくるかもしれない、曖昧なまま残さないでというので、彼はすっぱりとこの問題は科学的に考えることはできるけど科学だけでは答えられない、種類の問題である、それを、トランスサイエンスというふうに分類しようと言って、まあ、この本を書いたんですけど、この本の深刻さをに理解するまでには随分と時間がかかりました。だからそこにある4シーベルトの放射能は分かる。で、じゃあその100万分の1の4マイクロシーベルトには、問題があるんだろうか。しかし実際には仮に影響があったとしても測定できないほどの差で、科学でそれが有害か無害かということは本当は答えられない。で、まあ、科学の技術の接する領域でこういう問題がたくさん増えていて、まあ、そこでトランスサイエンスという課題というふうに、まあ、もう一回分類し直して考えようというのが、この1972年の4月にミネルバー氏このやつに科学とトランスサイエンス全く新しい言葉を造語して論文の発表をしたんです。だから規制される基準はまあ決めなければならないので、行政としては。だから、その常識的な方法としては、潜在危険と、日常、それが測れないけど持っているかもしれないので、それは今のゲノム編集でも遺伝子組み換えでもない。もう一つ、結局そこで普通に科学的に考えるのはナチュラルオーバーです。だから例えばその原子炉の処理で出たそれが非常に小さいとしても、あるのではないかという危険性の基準をどこに持っていくかというと、結局避けないものとして日常で暴露される潜在的な、危険まではもうある意味では避けないので、そのナチュラルオーカレンスという、まあ、自然的な暴露として起こっているので、それを超えなければいいのではないかという、彼はそういう結論を出したわけじゃないんです。他に方法がないので、日常的なその潜在危険と比較する方法くらいしかないんじゃないか。だから原子炉事故として、まあ、自己確率は推薦できる。これは科学的な問題である。まあ、しかし、その結果として起こる非常に低レベルの放射量については、まあ、日常生活における潜在危険との比較で下回るのであれば、大丈夫だというふうに、まあ、一応考えようという基本を置きます。
で、まあ、それで、これは彼自身が答えたのか分からないですけれども、自然界での被爆線量と比較すべきであると述べて、その基準はということで、まあ、いろいろな意見の結果、アメリカで の, その自然界の被爆量の、標準偏差値である年間200マイクロシーベルトという、彼自身の結論をもうやむにやまれず出したんですね。で、これこのわずかな、被爆の影響というのは実質上全く検出できない危険であって無視できるべきであるというふうに考えたんですけど、数年後、原子力委員会は、まあ、政府とのやり取りの中で一般市民の、被爆許容量を年に約50マイクロシーベルト。まあ、科学者として言うと、なんでっていう話になるんですけど、まあ、それへんもあって、その科学だけで決めるべきではないのかもしれないという、その徐々にそっちの方の考えに行って、こういうそのサイエンスの哲学的な概念と、規制基準を決めるにあたって の, その実際問題と の, そのギャップというか、そういうものをやっぱ受け入れなければ、科学も受け入れなければならないのかもしれないという、そこでその85年間、科学とその限界という論文を書いてですね、科学とその規制当局がしなければならない、基準とのギャップというかディレンマを書いて、リスについて議論している全ての人が、そうした問題がその科学の判断力を超えるものである、まあある意味では、科学の限界で僕らも BSE をやった時に、BSE の専門家が市民よりも何が勝っているかというと、自分たちがわからないということが、BSE というのは何者か、本当の意味では、フリマンというものが、わからないということが分かっているのが専門家であって、デンモンドみたいな答えを出してるんです。品種を買ったけど、でも、本音を言うとそういうところが出てこざるを得ないという。まあ、それで、それをまあトランスサイエンスという、トランスサイエンス領域という科学の、まあ、ある意味でも、広い視点というか、まあそういう意味で単純に言うなら、科学の判断力を超える問題が科学の問題として、原点として存在して、やっぱり科学者は科学者の立場としてそれに答えていかなきゃいけない。でもそのよくよく考えると2004年のマンハッタンだってみんな同じことを言ってて、こんなものは全部横串を通してですね、サイエンティストだけじゃとても無理で、あらゆる分野のやつが一緒にやらなきゃこんなものは出口がないよと言ってたんで、多分まあそれから考えれば20年くらい後にこういう科学領域という意識ではなくて、やっぱりゴールを求めていくときに、対立する意見が当然出てくるやつをそのどう収めていくかという、まあでもね、今のウクライナ状況を見ても、そう簡単であると言うのは簡単だけど、じゃあ横口通すと問題が解決するかというほど単純じゃないことは確かに、まあ、新しいその科学の考え方を提案したので、まあ、その時の元になったのがこの放射能の汚染問題。からもう一つは、ベッドの格好で出てきたこのレギュラトリーサイエンス。そうですね、だから僕らのところではさっき の, そのトランスレーションリサーチとレギュラトリーサイエンスと今の科学を超えた問題と、まあ、いろいろな概念が作られていて、単なるピュアサイエンスでは済まないということをみんな考え出していることは確かに、こういうそのレギュラトリーサイエンスというのはもう少しプラクティカル、科学技術の成果を人と社会に役立てることを目的に、エビデンスベースの予測、評価、判断を行って、科学技術の成果を社会に返そうという姿勢の科学である。なかなか
ちょっとよくよく何度も読んでみないと、その言葉が踊ってる感じで、あれですけど、まあ、本年で言うとは後で分かります。まあ、レギュラートリーサイエンスの例として、実はもう法律になったんですね。2014年に健康医療戦略推進法で、医療分野の研究開発の成果を実用化し、その品質、有効性、安全性を科学的知見に基づいて、適正かつ迅速に予測、評価、判断することに関する科学の進行を図れと言って、あんまり研究員がついた記憶がないですけど、政府の方針としては、こういう法制化してあって、これはレギュラトリーサイエンスの言葉を医療分野に置き換えてから作っただけ。で、なんでそういうことになったかというと、実はこのレギュラトリーサイエンスって、サイエンスベースという意味でレギュラトリーサイエンスなんですけど、この技術が本当に出てきたのは、むしろ社会科学から出てきた。そこにあるように、レギュラトリーサイエンス その基準決めっていう、国際的にどう決めていくか、あるいは国内で決めるかというのは、政策決定論なので、ポリシーメイキングとかディシジョンメイキングという言葉で、ずっと社会学とか法学の専門家がやってきたわけです。で、しかしそれに対してその出てきたのは、その各国の政策論ではなくて、科学評価に基づいて政策決定を行うべきではないか。で、それはなぜかというとですね、それで出てきたのが、そのポリシーメイキングに対して、サイエンスベースとポリシーメイキングという新しい言葉が出てきて、オワイの頃は結構皆さん好きで、ずいぶんこの言葉を使っていました。特にワーキンググループとかで。で、それは、その政治的政策論をやると、その国家間、文化も主義も哲学も違うので、国際調和はほとんど本当は難しいんですね。それでどうするかというので、それだったら中立的な、その科学的評価に基づけば、合意が得られるんじゃないか。か政治家同士に任せていても、これは平行論で無理だから、政治を離れて科学的なサイエンスエビデンスでポリシーを決めたらどうかという提案です。それで、それにはその安全行政、その政府マネジメントという、あるいはリスクマネジメントというスタイルを取らなきゃならなくて、それを支えるベースに科学を育てていかなきゃいけない。それがそのレギュラトリーサイエンスなんだという考え方で、まあ今になってみると、今更こんなことを言わなくても、経験的にだんだんそうなってる気がするんですよ。それで食品安全被害だなんだって、みんな科学者が呼び出されて、トランスサイエンス問題に挑むということを、本当は やってるんだ。で、日本の場合は、まあちょっとこう悪用されて、行政が自分の責任を逃れるために、エビデンスベースだと言って、その科学者を、集めてしてやる。今回の COVID-19 の時にも、結局一番最初に厚生省に委員会ができて、 あまりにサイエンスベースで答えるものだから、悲鳴を上げて解散させて、ベッドの委員会を作ったのが尾身さんかとかあのあたりで、それは多分このあたりの調和の仕方の問題だったと思うんです。それで政府が新たに作ったやつには、お医者だけではなくて、社会科学者とか、データサイエンスの人とか、いろいろなのを入れましたよね。多分それはそういうことなんだと思う。それで、専門家として、レギュラトリーサイエンスティストが必要で、それを育てなければいけないと、学術会議が長い提案書を書いたけど、まあ、これも、いい提案だと思うんだけど、あんまり世には広がらなかった。で、まあ、レギュラートリーサイエンスというのはそういう意味で、科学知見と行政と規制の柱としてをする科学である。で、行政的取り組みと研究的取り組みを、まあ、統合する中出しという考えです。ここにあるレギュラートリーリサーチ。科学知見と規制等の間のギャップの柱としとなる研究をする。
で、レギュラトリーアフェアの行政としては、安全保障のための規制措置を作るけれども、あるいは国際調和のレギュレーション決定をするけれども、そこにはエビデンスベースのものでなければいけないという、考え方です。でも、これが出て、うちの大学で、そういう人を育てますって宣言した大学もなかったし、文科省からそういう学校を作るからといって、金が下りたという話もなかったんです。なかなか、いい考えだと思うんですよね。本当は、どっちも本当は必要なんだけど、なかなか、そういう提言とか提案が出ても、それを実行するという段階になると、なかなか難しい。なんか、なし崩し的にこう、定着させていくという、試行錯誤結果が、ということです。で、ガンの説明はそれだけにして、被爆。被爆には、被爆って字をよく覚えておいてますね。僕もよく間違えるんですが、バクの字、こういう字書くんですね。被爆の時のバクって。外部被爆と内部被爆には大きな差があるということです。これは、放射線被爆シナリオ、外部被爆の基準は、自然被爆との許容範囲、あるいは、同じ被爆でも持続的に被爆するケースと、外部被曝で一時的に被曝するケースとあります。したがってその基準は当然違ってきます。だから内部被曝というのは外部被曝と全く違って、後でやりますけれども、これは体の中に入ってしまうので、外から浴びるやつではないので、体の中での生物学的半減期と、曝露される量との関係になる。で、ちょうど、出てきたで、言ってます。で、もう、用土の方は、この時は、終わってて、やっぱり半減期はもう短いですから。そうやって、やっぱりセシウムが最大の問題になっていて、放射性セシウムをどうするというので、セシウムの性格としては、空気中に、舞い上がって、広範囲に、あそこにあるように落下して、その時の風向きで、必ずしも近いところが、高かったということではなかった、いろんなことになったという。塩土壌、水系を、で、野菜、飼料、すべて、で、海洋まで流れていて、魚類も、特に海洋では食物連鎖なので、大型の魚はあっちの方が濃度をどんどん上げていってしまうという問題がある。で、セシウムは初期で強みでは、あれで、カリウムの1個上から、ほとんどカリウムと変わらないんです、性質が。それがかえって厄介で、半減期は20年から30年なんで、どうだろう、21日が何年だっけ、2013年か。だから、今まだ10年だから、半減期まで行ってないんですね。意外ともうかなりみんな忘れてるけど、まだあの時の汚染の半分まで行ってないとか。しかし、その体の中に入ってきて出ていく生物学的な半減期、要するに基本再生産数と実効再生産数が違うように、体の中に入ってきたやつがそのまま全部とどまるわけではないので、排出されてくるので、実際には体の中の内部被曝の場合は実効半減期っていうのがあって、大体100日。だから1シーベルなんて恐ろしいことです。100ミリシーベルトで食っちゃったとしても、100日経てば体の中に残っているのは50ミリシーベルト、200日経てば25ミリシーベルトというような減り方になっている。だから、セシウムの場合は、核崩壊したときには、ベータ線とガンマ線を出す。後で、もう習ったよね、臨床で何回もね。ガンマ線とベータ線って何が違うかっていう本質的な問題は国家試験に出ないと思うんですけれども、なかなか実は ちゃんと頭の中に入れていればあれなんですけど、僕らもこの物質はベータ崩壊をするし、これの場合にはガンマ線が出てくると、これがじゃあ
エクステンとガンマ線ってどう違うんだって言ってこう、あ、これはこう違いますってこう縦板に言って答えられる人って意外と少ないかもしれない。私もそうです。まあとりあえず、セシウムの場合には、ベータ線とガンマ線と、両方出します。あのベータ線というのは基本的には電子線です。電子。核が、あの、プロトン、陽子と中性子の原子の原子核と、その周りの回っている電子とで、まあ、全部できているわけです。そのうちの、飛び出した電子が流れで、次から次に出てくるやつが、ベータ線です。ガンマ線っていうのは、原子核、まあエネルギーが外から衝突して飛び込んできて、原子核内で作られる線なんです。X 線っていうのは、原子核の外で、こう跳ね返って、出てくる線で少し違ってますけど、後で説明します。はい、いや、実はその、そういうふうに言うと、可視光線もあの紫外線も熱線も X 線もガンマ線もベータ線も、みんな実は、同じものです。同じものって言い方なんですよ。周波数、あるいは波長の違う、粒子であり波である。でそれは太陽から実際すべてのものが出てくるわけですね。それを目で見える光としたときには、その長さのものを可視光線としているので、それよりも長ければ、赤外線で熱線の方に行くし、もっと遅くなれば音波みたいな感じで、ラジオ波とか。でこう短くなってくると紫外線から、だんだんと、より周波数の短い、周波数の多い波長の短い波というか粒子で、最後は光子、フォトン。まあ、それはいい。それで、まあ、全身に溜まるといって、白血病を損だ、認知症、いろいろな問題を起こします。で、じゃあ、その自然でどのくらいうちらは本当は被曝をしているんだろうかというのを、まず、その避けられ、環境以外の被曝というのは、自然被曝量ですけれども、外部被曝、自然放射線、太陽から来るやつ、宇宙船、地下の鉱脈の中から出てくるやつ。で、大気汚染、これは本当は、あ、そこにありますよね。君らはまだ生まれてなかった。僕らの子供の時代は、世界で、特にアメリカは、空中核実験をやりました。大陽浮遊膜とか、いろいろな問題があります。で、原爆マグロとか言って、子供心に、川にいっぱいマグロが捨ててあって。日本の漁船が取ってきたやつが、あの多分風評被害だったと思って、今考えれば。ウリュマルは本当に被爆しちゃいましたけど、だけど、で、あの頃のやつが1950年代、60年代、あのものすごいやつです。あれ、大気中の、放射能の測定値です。で、あそこにポコンと下がり始めて、ずっと時間をかけて下がり始めて、一気に飛び出しているのがチェルノブイリの時。あの時、世界中、一気に50年代ぐらいの放射の大気になってしまった。で、それからスーッと戻ってきて、あの後、チェルノブイリのところまで駆け上がったのが福島第一原発。だから、正直なもので、僕らは本当は、いつも、そういうふうに言うなら、進行する危機管理かもしれないですけど、放射能の中にいると。だから、天然放射性物質ですね、放射性カリウムが平衡状態で、セシウム、トリチウムはもうめちゃくちゃ自然界の量が少ないですけど、カリウムはかなりよりは放射性カリウムと普通のカリウム。同位元素のカリウムと、そんなにパーセンテージでいうよりももっと率高かったんですが、かなり、実は僕らの体の中、かなり普通のカリウムと同位元素の放射性カリウムと両方で成り立っているんです。
で、被爆シナリオ、外部シナリオは世界の平均ではそこにある 0.38 から 0.46 ミリシーベル。日本は割合きれい。なぜか。0.29 から 0.38。から大気中の汚染が世界には 1.3 ミリシーベルと、日本が 0.4、内部被爆が世界で 0.24、日本はちょっと高めで 0.41 で、まあ、全体で世界で 2.4 ミリシーベルトで、日本が大体 1.4 ミリシーベルトだから、まあ、世界から比べれば、2.4 引く 1.4 で、1ミリシーベルトくらいまでは許してもらってもいいんじゃないかって言って、意外と、なぜかレギュレーションで出てきたのが1ミリシーベルトだったんですね。あのまさかこんな差し引きで考えたとは思えないんですけど。で、さっきの基地の問題なんですけど、さっき言ったように、大体、4ミリシーベルト、あ、4シーベルトで、LD50 で2人に1人が暴露されるらしい。その、ずっとどんどんとこう下がってきて、1シーベルト、この辺りは、もう、急性の毒性領域に入ります。で、慢性というか、万発性になる限界が大体さっき言ったように100ミリシーベルトで、で ここまでは一応リスクがあると考えて計算されるんですけど、その以下の暴露をどうするかというところでこう議論が3つ割れて、もう延長線上であのリスクを考えよう。一応は考えやすいんで、100から0に向けて線を引く、真ん中の線。でいや そんなことはないので、DNA リペアエンザイムとかいろいろ持っているので、100以下のところは修復できるので、ほとんどリスクはないのではないかという考え方が一つ。で反対に逆に、いえいえ、リスクは全然減らないで、あのゼロに向かうんじゃないかという、この上げ下げとあの3つの仮説が、考え方としては出ていて、どれが正しいという、エビデンスが取れないという問題に、まあ、多くの人は多分一番単純にこうリニアに行くんじゃないかと思うんですけど、リニアに行くとなると、永遠にゼロにたどり着くまでリスクは残るという発想法にならざるを得ない。で、その生物学者のかなりのところはいろんなタイプ そのリペアのシステムが体の中にあるので、割合、行き地が100あたりのところにあって、リスクがないわけではないけれども、リペアできるのではない。まあ、でもそれは当たり前で、さっき言ったように、その放射線といえども、じゃあ、太陽が水素とヘリウムで、あれだけの熱で出してくるエネルギーは、そういうふうに言うなら全部放射線なわけで、そのデボンキー以来、陸に上がろうと決意をしてからずっとあれまだね魚両生類の世界からずっと浴び続けてなんとか耐えていろいろなシステムを作ってきた末裔なんで、いやそれで多分あの滅びないでいれるんだと思う。その安全基準の考え方は結局一般人は、日本の場合は1ミリシーベルト万年にしました。でただ、必要上職業上やる人は市民と同じでないという考えで、管理区域内の、あるいはレントゲン室とかですね、CT、XNCT みたいなところ、こういうところで働く人の被曝限度量が20ミリシーベルトパーネンという形になります。これは実はどちらかというと、本当は福島原発の整理に行かなきゃならない人たちがいたじゃないですか。で、それをどうするんだというのがあって、それで、その従来 WHO が決めた、その職業人としてのマクロ限界というやつを引きずり出してきて、この20ミリシーベルトという、それはもう危険覚悟の職業人だから、一般消費者には当てはまらないという格好で、なると1日8時間働いて365日、まあ、ここまで働かないと思うんですけど、それで20ミリシーベルトという形で考えると、時間あたり、6.85 マイクロシーベルトくらいのマクロでないと、
域値を超える、域値を超えるというか、基準値を超えるという格好で、多分臨床に行って、レントゲン取るとか、あっちの方で、先生たちとやる学生の、まあ、バッジをはめますけれど、こういう基準です。で、まあ、外部被曝で考えると、持続的な被曝に際しては、大体1ミリシーベルトパーネンが、限界で、まあ、一般人とすると、0.34マイクロシーベルトパー時間という。で、ただ一時的にはどういうことかというとね、ここはもう本当にそのリスクベネフィットの問題ない。だから、これはものすごい議論があって、レントゲン写真と XACP では確かに XACP の方が被曝量は多いですね。ここにあるように、6.9ミリ、1回で6.9ミリシーベルトを浴びちゃうんですね。で、しかし、それによって、がんがどのくらい避けたかっていう WHO の研究があって、で、もう片方でその年に1回レントゲンを取ったことによって、アイガンを含めてがんがどのくらいその避けたかっていう、その掛け算をやると、レントゲンのはほとんどこうよく成績めちゃくちゃ悪い。で、それで、その科学的に言うならば、1回の CT をやった方が絶対マシであって。2回も日本みたいに何回も肺のレントゲンを取るのを馬鹿げているというすごいレポートを書いたんですけど、まあ、医療行為で見ると、胸部 XACT 検査では1回約7ミリシーベルトを上げるけれど、しかしそのリスクよりのリスクのより、そのリスクよりも、ね、肺がんを回避できるというそのベネフィットの方が統計的には高い。いう、まあ、論文があります。まあ、この辺りが大体その一時的被曝の限界ということになっている。まあ、まとめると、持続的な被曝に関しては、1日8時間外で被曝量、まあ、やむを得ずとしても大体、8.2マイクロシーベルト、パーデイくらい。だから、一時的な被曝に関しては、0.6ミリシーベルトパー年で、まあ、1回くらいは、許されるのではないか。まあ、そこはさっきの話ですね。CT スキャンの方が、がんを回避できる、ベネフィットの方が、スキャンのリスクより高いという、大きいということで、ベネフィットがいい。内部被曝は、話が全然別で、今のやつで、例えば1マイクロシーベルトを毎日浴びるという、そうすると、30日、1マイクロシーベルトで、1日8時間30日暴露されて、単純計算でいくと、1かける、3分の1日間で30日で10マイクロシーベルトになると。まあ、そこで終われば、ずる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 と上がっていったやつが生物半減期で下がってくるんですけど、これを毎日続けて、このパターンを毎日続けていくとどうなるかというので、実はちょうどこれ、僕、門平先生と、とはだから、第1便で東京に帰って、次の日、パリに飛んでっちゃった。多分福島原発の爆発の上を飛んだ気がするんですけど、東京に戻るのに、次の日行ってバレて、日本は沈没するような感じのテレビばっかり毎回 見て、とりあえずスイスを回ってきたんですけど、そのホテルでですね、本当に例えばこの毎日1マイクロシーベルトを取り続けると、人間の体は無限にセシウム汚染になるはずはないじゃないか。だって半減期があるんだから排出されていくじゃないか。というので、これ自分の手書きです。で、最初1マイクロシーベルトを浴びると、100日後に半分になって、200日後に4分の1になっていくけど、しかしそれが下がる前に次の1マイクロシーベルトを取り込むわけですよね。
しかしそれは、最初のやつが減っていってますから、100日後には、そこにあるように、都合やっぱり1マイクロシーベルトぐらいになる。じゃあ3日目にまた1マイクロって今度つなげていくと、なんとなくずっと浴び続ければ、そういうずつも少しずつ残って、結局は無限大に行くと思うと大きな間違いで、これは簡単に平行状態に達するんだっていう。というのは、その蓄積量が多くなってさ、例えば100マイクロシーベルトやってると100日で50マイクロシーベルトに、まあ、でそれに1マイクロシーベルトがこう足さっていくので、51日目に、101日目には、51マイクロシーベルトが。だから上、たまればたまるほど半減量、半減期が同じなので、排出量が高くなっていくので、ある時からもうほとんど平行状態になるという、あ、そういうことなんだということが自分で計算して分かって、金平さんに見せたんだ、俺昨日計算したらグラフこうなるので、ゆっくりゆっくり無限に上がっていくわけではなくて、単純に平行状態になるので、ね、まあ、それを真面目に計算するとこういう式になって、100日で、考え方モデルというのがあって、毎日1マイクロシーベルトずつ取り込んで、生物学的半減期を100日として、大抵モデルで、めんどくさいので、減っていく図をこう書いていくと、下の式になります。100日で75、200日で単純化して、いくと、残りの部分が38、新規75が転がって、113、300日でおくと132、400日で、行くと140、この辺りからも平行状態になるね。で、それを一般式でやると75、かけるなんとかの2分の1足す4分の1足す、点点点点点という形になって、数列の単純式で収束する学校になる、当たり前だというそのことに気がついて、毎日1マイクロシーベルトを取り続けて、食い続けても内部被曝は、150マイクロシーベルトのところで平行状態。まあ、毎日、外部被曝の150マイクロシーベルトを浴びることと同じことになる。毎日1マイクロシーベルトを食い続けて。という、ことで。まあ、それで1年間じゃあ被曝を続けたらどうなるかというと、55ミリシーベルトになる。でこれに、実際の生物学的係数を変えたやつが実数になるという、そういう意味でその内部被曝は当然その外部被曝のことは一過性ではないので、収束はしますけれども、しかしそれはずっと高濃度のバブルが続くということなので、確かに外で浴びることと中へ取り込んでしまうことのリスクはもう全く違う。遠くにいるのは150倍くらい違う。で、しかしその実際のここからも市民の興奮だったので、実際にそのじゃあその食べ続けてどうなのかっていった時に、その放射性に対する感受性の強さと食べ物の量と、まあ、本当は食べ物の種類によって違うんです。まあ、どうなるのかということを考えて、その年齢によるトータルダイエット、1日摂取量と、それの感受性というこの組み合わせを書いて、相対的感受性と相対的摂食量を年齢別にこう見ていって、そのリスクケースを見ると、0から15歳が一番リスクケースが高くて 2.55、15歳から30歳は、いわゆる、まあ、若者のところが 1.2、働き盛りが1、あ、働き盛りを1と置いたんですよ、私。それから、料理を出す。で、50歳以上は実に 0.1 なんです。これ、最後のスライド、これ、消したっけ？あ、そうそう。あ、そうそう。これで、その、流通量全体からすると、その、もし測り間違えても、汚染で出てくるのはこの程度で、平均すると実は問題なくて、それでも失敗なら、福島のは年寄りが食べればいい。だってリスクは 0.1 なんだから、
というデスケを出したのが最後のスライドになっているから、あ、そうか、0から15歳は29ベクレルで止めるときに、15歳から29は61とっても大丈夫で、50歳までは170で、50歳以上は730ベクレルのパーフェクトとっても大丈夫だから、全体を考えれば、年寄りが風評被害と死んでるなら、福島の食べればいいんだっていう話を、これあまりでも異論が出なかったような気がするんだけど、じゃあ実際にはチェルノブイリ以降にその国際流通 その基準を決めたんですね。でこれが、370ベクレルパー、キログラムというのが、輸入品に対しては国際流通の物品の、汚染あとか安全基準という格好ですけど、まあ、実際には、日本は、これをかなりもっと厳しいレベルで決めました。年間1ミリシーベルトに達するのは、例えば725ベクレル。パーデイになるやつから、まあ計算して、日本の基準が本当は、だから、あれいろいろ決めましたよね、もう忘れちゃったけど、牛乳とか子供の飲むやつが意外と厳しくて、50ベクレルくらいにしたのかな。大体普通のやつが、最後100ベクレルくらい以下にしてしまって、さらに、特定のやつについてはその半分くらいまで下げた。で、日本は国際基準から見ると、まあでもそういうふうに言うと、海外のやつについては、自分の国がそうだから370以下なんだけど、ダメと言うと WTO に訴えられるので、多分輸入品は、370ベクレル輸入管理していると思う。で、もう一つ、ここで水の前になんかこのまま間に合うかなね、ベースがそれな、わかりました。前に想定した日本間には SPS 協定という国際基準とは別に互いの国が納得すれば少しそれを変えられるという、協定があります。サニタリー&フィトサニタリーメジャーアグリーメントです。で、食品安全に対して、まず、あ、加盟国はその権利を持っていると。SPS 協定に反しない範囲で、SPS、指標を取る権利はあると。それを結構皆さん逆手に使って、国際基準、例えば日本がやったら伝統経済しないと牛肉買えないって言って、ジョハンがあの時来て、お前そんな、その最悪で言うけど、アンジャスカイのこと言うなら、ダブルティーのに訴えるぞと言って、その20ヶ月で以下に、互いに妥協して、アメリカ人の輸入を認めたんですけど、まあ、加盟の義務としては、その科学的な原則に従うこと、国際的な基準指針、勧告がある場合は原則でそれを守って、不当な差別をして、貿易を止めるということは許さない。いうことです。で、まあ、しかしそう言ってもやっぱり、ね、アメリカ の成長ホルモンをはじめとして今の動物福祉の条件まで、戦いになって、よく WTO の問題になるんですけど、WTO に訴えると、そこで国際裁判みたいなもので両国 その主張をやって、そこでその科学的エビデンスの評価をして、その一審判決がなる。で、一審制ではなくて二審制になっていて、その一審で会議が一審でできたものを次に、小委員会でやるんですけど、7人の委員のうちの3人ずつが一課題に取り組むんですけど、そこでやった結論を上級委員会が再審査をして、それで結論すると、負けた国は、その、相手国の、輸出国の、要するに飲まなければいけない。で、
飲まない場合には罰金を払わなきゃならなくて、確かアメリカは、ヨーロッパはいまだにあのアメリカの成長ホルモンは、リスク評価上自体に影響がないということで負けたんですけど、確かまだ罰金を払い続けて買わなかったです。この問題を使った牛の肉は買わないというようなことをやっています。で、まあ、そこにあるように、その製品基準が、まあ、あの紛争の要因としては、物質を両国で違っていたとか、工程の管理基準が違うとか、いろいろな問題で起こります。で、国際基準の第三者基準を採用すべきだ。で、両国は同等の、 あの差を持っていないというその合意点を見つけるべきである式の紛争解決をやるんですけど、この時問題になったのが、その福島原発の水産品を今でも今度の大統領は解除するということにしたのか、ずっとその前まではまだ日本のこの8県ですね、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉県8県の、 あの水産品、その加工品については輸入禁止を続けています。で、その日本としてそこにあるように、世界の国は一時期そこに2021年、一時当然こう下がって、それが徐々に各国、日本の検査基準がまあかなりきつい、さっき言ったように100ベクレルパーキロか、平均的なのは、だから国際基準に比べると3分の1くらいになっていますから、まあ、信頼するようになって解除したんですけど、韓国はどうしても解除しないというので、日本がついにその反発して科学的根拠がないと言って WTO に訴えたんです。で、日本は韓国の輸入禁止政策の一部に対して WTO 紛争処理機構に提訴して、 WTO のパネル第1審は、全部の調査をした結果、韓国の輸入規制は日本産品を恣意的に、あるいは不当に差別して必要以上に貿易制限的であるというので、この規制措置は不当であるという、あの日本はすごい喜んだんですね、やったねって言ったんです。ところが、その韓国は第一審を不服であると言って上級審に控訴した。そうしたら何が起こったかというと、上級委員会で第二審は一審のこれが不思議で、その科学的エビデンスがおかしかったの、その評価がおかしいかおかしくなかったかという評価をしたんじゃないんです。その結論に達するプロセスに、その判断に価値があった、法律上の決定権限があるとして、判決を覆してしまった。したがって、結果とすると、元に戻ってしまうんです。従って今でも韓国は規制をしているんです。それで、一審と二審しかないので、二審でひっくり返されるともうそれで終わり。うん、それで日本はかなり不信感を持ったというか、でももうルール上どうしようもないということになって、まあ、その内容はここです。一審が、適切法務水準に達しているので問題ない。二審は、一審の判決が、規定違反と認めるには一審の審理検討が足りない。だから その結論を、は正当と認められないから変ですけど。だから普通それだ と、差し戻しになるのが普通なんですよね。だけど WTO のルールにはそれがなくて、二審で終わりというので、これにすごいみんな現実的じゃないという異論が出て、で恐ろしいことが起こってですね、実は上級のこの7人の家で今誰もいない。国連の安保理と同じで完璧な機能麻痺を起こして、もう誰も持っていかなくなって、もう係争中のままになった。でその2019年12月10日に2人の委員が任期満了になると次の人を選挙するんですけど、
その法人が決まらなくて、3人いるんで7人のうち2人余ると残り5人で、のうちから3人が1課題ずつをやるんですけど、その後またさらに、消えていって、2020年11月に1人になって、それが任期を終えて上級委員ゼロという、ずっと空白。多分この委員の組み方がおかしいって、この日本が負けた時の頃とか、この中国、インド、米国、メキシコ、韓国、ベルギー、モーリシャスという国で、米国1票しか持ってないんで、僕、韓国、中国が入ってますから、2陣で負けるとはそうだろうか思うんだけど、それで、今のところ、アメリカは多分トランプだろうと思うんですけど、この新委員を選ぶ選挙の手続きの仕方がおかしい。トランプは WTO だけじゃなくて、国連にも最後、文句を言いましたね、武漢の時に、調査をさせないっていうのに、WHO が乗ってしまったので、もう脱退するとか、恐ろしいよ、それをやったので、多分みんな影響を受けたんだと思うんですけど、今のところ本当に、気の回避という状態になっちゃって。ここの、ね、レギュラテルサイエンスだ、トランスサイエンスだとか言うけど、現実はもっとなんか低レベルのところで、こっちの問題の方なんとかしないと、困ったもんだな。何分までだっけ？40分までなんて話し合いもしなきゃいけわかりました。今日の話は、じゃあ、後でまたやりながらで、じゃあ、ネットダウンを起こした冷却水の問題って何なんだろう。で、ブロンプロトニウムで当然、原子力を取り出す、熱エネルギーを取り出すので、冷却水で冷やさないといけないんで、熱を取り出して余ったやつは、まあ、蒸気にしたり、海にしてたりをしてはいるんですけれども、まあ、その中でそのトリチウムが問題になる。で、トリチウムって、ここに書いてあるように、普通、水素ですから、陽子1個と電子1個って最も一番基本ですよね。で、それに対してトリチウムっていうのは、陽子2つに、中性子が2つ飛び込んできてる、原子核に。外から多分中性子線かないか分からなかった時に、核融解が起こさないとそのまま取り込まれてしまう格好になる。よく、例えばウランが崩壊していく時に、水素の H の1の3っていうのはこう平気で飛び出してくるわけです。だから、ウランからプルトニウムからストロンチウムが降りていくときに、ポコ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 、トリチウムが出てくるので、非常に、汚染水の中に入ってくるのは当たり前のことです。で、その排除方法としては、日本がやった通りですね、貯蔵する、維持浄化、が処理する、あることを買って、主な放射性物質を除いて、最後に放出するという、まあ、だからこれは、日本が独自にやったわけじゃなくて、基本的なその汚染冷却水を処理する方法を、まあ、大々的に日本がやったということになります。あとで見ておきます。で、このメルトダウンで日本が入れたのが、このアルプスというアドバンスドリンキングプロセッシングシステムというので、まあ、水の中の汚染物質、別に放射能でなくても取り除くことを考えればいいので、全処理をします。ろ過とか沈殿させる。で、固形物、あれは固形物に入ってくる放射性物質が取れていくので、さらに、いろいろなそういうイオン交換とか、薬品等のとか、吸着剤を使って、あるいは漂白物質で、どんどんと取れるものを取っていって、最後に吸着剤みたいなもので使ったやつを、さらに吸着剤を水というふうに、区分けをしていきます。これがアルプスですね。で、ここでその問題になるのは、そのアルプスが取れたそのセシウムとか、だからカリウムとか、まあ、何でもいいんですけど、用途でも、その物質として、固体型として
あるいは粒子みたいな塊になるものについては行くんですけど、実はトリチウムってさっき言ったように水素なんですよね。中性子が2つ増えた水素なので、当然水になるわけです。だから水の中に入っちゃったトリチウムを取り除く方法っていうのはめちゃくちゃ難しい。いや、もしそれをやるなら水から水素を取り出す方法をしなきゃいけない。気体で水素になってきたらトリチウムの気体ができちゃうんだけど、もっと大変なことになるんで、考えてる人はないんですね。多分電気分解、むちゃくちゃな大型なので電気分解して水素を取り出しても、その中にかなりの高濃度で普通の水素ガス以外にトリチウムガスが入ってきちゃうの、どうやってこう集めるかとかってことを考えると、本当にトリチウムがなぜ問題になったかっていうのは、トリチウムが、水素の同位体であったということが問題だったんですね。これがヨウドの同位体とかさ、さっき の, そのセシウムとかカリウムの同位体であれば取り除く方法は結構あるんですけど、水素だったっていうのは、ところで日本の放出技術ってずるくてさ、なんか国内基準の40分の1まで薄めて、だから地球で進めてるし、WHO の飲料水の7万分の1だって書いてあるんだけど、それがどのくらいって書いてないの、汚いね。こんな言葉直しをやるべきじゃないと思うんで、そんな調べりゃすぐに分かるんで、国内基準が6万ベクレルパーリットル。で、今度捨てるって言ってるやつが1500ベクレル。WHO の飲料水飲んでもいいよっていうのは1万ベクレル。あれね、日本の水の単位ってさっきの 50ベクレルパーリッターだったような気がするけど、あ、100cc だった。さ、こうものすごいですよ。 WHO って、ね、1万ベクレルパーリッター、7分の1ですから1430ベクレルパーリッター。だから大体1500ベクレルパーリットルぐらいで捨てるということ。で、ここで問題は、その各国のまともに動いている原子炉から出てくる冷却水って どのくらいのものだろうって、今やめろって文句を言っている韓国のビルド、コリ原発ですかね、韓国の加圧水、低水路、これが年間に捨てているのが91兆ベクレル。福島の原発のメルトダウンしたやつで、ろ過して捨ててるのが22兆ベクレル。皆さんすごいんですよ。だから、粛々と捨ててると思ってるけど、本当は目くじら立てる何倍も、何百倍も平気で垂れ流しているんじゃないか。いうのが、そのすごい矛盾だということに気がついたんですよ。で、しかし、じゃあどのくらいって言って、その年間の処理水のトリチウムが22兆ベクレル、22.2×10⁴ パーセント出てきて、持続的に捨てようというプログラムだと、1日に排出するトリチウム量が365日で割るのと、大体 6×10 の10兆ベクレルパー1日捨てなきゃいけない。で、処理水は、1500ベクレルパーリッターと自分で決めたんだから、これで割ると1日に処理する、処理水が外で捨てる、処理水量って、6×10 の10乗を、1.5×10⁴ パーリッターで割ると 4.02×10 の7乗ですから、大体、4トン。あそこに溜まってるやつを、毎日4トン海に流して、もう次の日また4トン溜まってくるという話です。で、これで、あそこのやつが取り出せればいいけど、取り出さないまま処理していくと30年って言ってたから、まあ、10年経ったんで、もう20年間はこのプログラムをおそらく続けていくことになるだろうというのが現実の問題です。あ、ごめんね、あと5分喋らせて。電磁波の話でさ、みんな、ここに、
周波数のが書いてあります。波長の長さで、音波が大体、10メートルくらい、1秒間で340走りますけども。で、それよりちょっと小さいのはマイクロレンジの、チームをやるときのレンジで、マイクロ波で、確かに、10から100マイクロくらい。で、その下に行くと、こたつの赤外線ヒーター。で、それより下が僕らがよく、この有可視光線ですね。大体、380から700マイクロの幅で、赤の方から緑、青、紫まで行って、それから紫外に、いわゆる紫外線の領域になる。で、それより、短いグループが、電磁波になる。で、X 線領域がそこにある。1ナノメーター以下くらい。で、ガンマ線が、もう10のマイナス2乗1個メーターくらい。それより下は、もう、電磁波の先になっていきます。光子の部分。で、トリチウムが、陽子1つと中性子2つと電子1つ。これが核崩壊して、安定して、ヘリウムになるときに、電子が、電子とエネルギーが出る。これがベータ崩壊で、半減期が 12.32 年。そのときの出るエネルギーが、電子走るのは 5.7 キロエレクトロボルト。残りは、中性子の方に半減子として伝えられるという格好。で、実際にはベータ線は、そんなに浸透、性が高くないので皮膚で止まってしまうんですね。外部被曝の場合、ガンマ線のようにベーンとこう中まで突進してきたり、X 線のように通過していっちゃう。あれ中性子線が出てくるともっとすごい状況になる。最後に出てくるのは陽子線ですよね。今の治療を使って。で、もうだから液体シンシレーションでフォトマルで光に変えるしか見れない。で、まあ、どんなふうにできるか、天然には微量にはあるんです、同じですけども、で体重60キロの人の場合は、50ベクレル程度のトリチウムはいつも体内に平衡状態に持っている。私、50ベクレル以上いつも溜めてるんだなって。で、作り方、自然界でできるのは、宇宙船が7日の中性子、あるいは陽子が大気中の窒素とか酸素にぶち当たると。化学反応が起こってトリチウムができます。窒素に、ニュートロンですね、中性子が一個飛び込んでトラップされて外に出てくるときに炭素の12になると同時にトリチウムを自分で作っていく。それは炭素の場合もそうです。したがって、地表の表面積全体で太陽から一日受けるのでトリチウムがどのくらい年間化できるかというと72ペタベクレル。もはやさっきが超で10の13乗の話でしたけど、これだと10の15乗くらい、星さんは1年間出てくると地球ではこのくらいのトリチウムが自然に生成されて、ここでまあ覚えてさっきの難しいですね。アルファ線は陽子2個と中性子2個のヘリウム原子核が直接飛び出してきたやつで、だからエネルギー量もすごく結構あります。だからベータ線がさっきの原子が飛び出した。あと中性子線、陽子線、今バチバチのように使われています。で、ガンマ線と X 線は光子、陽子としては光子になります。中性子とか電子とか。陽子ではなくて、どう違うのか、光子の中身は本当は分からない、質量ゼロのよく分からないものなんですよ。電磁波、電波と磁波の変化を伝播する波や、と言われてもよくイメージが分からないんですよね。でも、光の特徴を持っているので、散乱、屈折、反射、解説、干渉、僕らは普通に、光の物理学で、あるいは光学で習う性質がここに出るので、粒子とすれば光子で、波とすれば光という。終わりました。すいませんでした。
したら、足し10分ある、はい、私画面共有してこう書き込んでいくので課題をそれぞれ言ってもらって、ちょっと待ってね、今記録共有します。ここまで書いてるとったら早いじゃん。いや、こっちの方が多分あと消すことを考えたい。もう作ってるんで、先生の今の話も。 あ、はい、ありがとう。画面共有を停止すればいい。はい、はい、で私が共有します。はい、あ、戻りました。だんだん進化していくね。少しずつでちょっとそう、今共有してる間に考えといてください。3グループでいいね。はい、で まず課題を、課題ってもう今日は課題はもう決めちゃう。これだってね、今日の話はいつもと違って。そしたらば どうしましょう。福州側がこれから日本国として捨てようとしている海洋に出すことを リスクと考えて、もう一回検討すべきであるという、その韓国中国側に立つか、いやこれだけそのフランスから高いの買ってやって、エビデンスやってやったんだからいいじゃないかという日本側と、あの今必死で韓国に説得に行ってる AIE の委員長と、その 3つのうちのどれになるかくらいじゃないの。そしたら海洋放出の賛成派反対派、その例によってその 中間派というか、その3つしかないと思うんだこの問題。いや、じゃあ汚染水の海洋放出の問題について、うん、まあ広くするなら、今の問題になっているその風評被害と、まあ、日本だってまだ残ってますよね。その水だけじゃなくてさ、その一時的に汚染された場所からの食品を含んでもいいとは思う。同じ問題が、政府側とじゃない。そうですね、まあ、とにかく処理しよう側ですね。日本側っていうのは変化。まあいいんじゃない、政府側で。あるいは行政側でいいや。行政側と。本質的には行政側と。行政と、あと、けど、なんか海水産に携わる人たちが反対してますよね。そう、だからそこは意外とその韓国、中国側と一致してるんですよ。漁業の人。行政側と反対側と。うん。危険が残っているんじゃないかというか、うん、反対派でもいいんじゃない、放出反対。そこから、AI、なんだっけ、国際原子力委員会。まあ、第三者で、科学者でもいいよ、あれは多分実際には科学評価してる。生々しいので、行政と排出反対派と、第三者。科学委員会ぐらいにしとくか。国際原子力委員会って名指して言うと、あとで何か記録に残った時に。専門委員会みたいな。科学委員会。科学委員会。科学委員会でいいんじゃない。だから、国際的には原子力委員会がやってくれてるけど、まあ、科学者として呼ばれたと考えて。そして行政、どうしましょう。